デンマーク王立バレエの本拠地、コペンハーゲンのデンマーク王立劇場デンマーク王立バレエは、デンマークの首都コペンハーゲンのコンゲンスニュートー広場に、立つデンマーク王立劇場を拠点とする、国際的に有名なバレエ団である。世界最古のバレエ団の一つで、1748年のデンマーク王立劇場の創設に合わせて結成された。1771年には、フランスのバレエ教師、 ピエール・ローランにより付属校として、デンマーク王立バレエ学校が開設された。同校での教授法はまず、ヴィンチェンツォ・ガレオッティが開発し、オーギュスト・ブルノンビルにより確立された。パウル・グスタフ・フィッシャーの会が、コッペンハーゲンの王立劇場バレエ学校。左側に、バイオリニストのブッシュ、中央前方に、バレリーナのシャルロッテウェイへ。 その右側奥にバレーマスターであるエミール・ハンセンが描かれている。デンマーク王立バレーは、設立当初には、フランスとイタリアを代表するダンサーや、振付家を雇い入れていたが、1771年に、デンマーク王立バレー学校が設立され、同校で養成された、デンマーク人ダンサーを迎え入れるようになった。エニン・フレーエリクは、その最初の一人である。 初期のバレーマスターであるヴィンチェンツォ・ガレオッティは、同団の立役者とされている。1775年から1816年まで、バレーマスターを務めたガレオッティは、バレーダクシオンを取り入れてその後のロマンティック、バレー交流を先取りしていた。ガレオッティは、アモアズ・オージー・バレット・メストロンズ・ルナーの振り付けでも有名で、これは現在でも同団のレパートリーの一角を占めており、 元々の振り付けで演じられているバレエ演目としては世界最古のものである。デンマーク王立バレエに活気を築いたもう一人のバレエマスターとしてオーギュスト・ブルノンビルが挙げられる。ブルノンビルは1828年から1879年にかけて半世紀にわたり同団を引き、50本のバレエ作品を振り付けたが、そのうち12作品ほどはいまだに、 同団のレパーートリーとなっているブルノンビルはフランスで学んだため、その作品もフランスの影響を強く受けており、また、紛れもなく、ブルノンビル本人を念頭に置いたであろう重要な役回りの男性が登場する。ブルノンビルの死後、その後継者の一人であるハンスベックは、ブルノンビルから学んだ技法を用いて、コンテンポラリーダンサーに過去のマスターのテクニックを伝えるために、 ブルノンビルスクールを設立した。ブルノンビルに続く中高の祖としては1932年から、同団を率いたハラルド・ランダーが挙げられる。米国及びソ連で学んだランダーは、古典作品を取り上げつつ、同団のために新作を振り付けた。さらに、デンマーク国内の振り付け絵を盛り立てて、国際的にも評価される作品をいくつも作り上げていった。 ランダーに見出された振付家として、1934年にモダンバレー作品 The Widow in the Mirror を振り付けたボルゲラ・ロフがいる。さらに、ランダーはエリック・ブルーンなどの国際的に活躍するデンマーク人ダンサーも育て上げた。同団の芸術監督として、著名な人物として、1979年のブルノンビルフェスティバルを指揮したヘニング・クロンスタムが挙げられる。 20世紀後半には、デンマーク王立バレエは、さらなる変革を遂げ、ジョージ・バランシンを含む多くの国際的に著名な、振付家に作品を移植するようになった。レパートリーにおいて、現代作品が占める地位は、ますます大きくなりつつあるが、一方でルーツたる古典作品も重視し続けており、外国人だけでなくネイティブの才能をも取り込んだ。 世界で最も優れたバレエ団の一つとして評価を確立している。2007年にはニューヨーク式バレエ団のプリンシパルを務めたニコライ・ヒュッペを芸術監督に任命したことが発表された。ありがとうございます。